ジュリアス・アルバート・クルーグジュリアス・アルバート・クルーグは、アメリカ合衆国の技術者、実業家、政治家である、第34代内務長官を務めた、ウィスコンシン州マディソン出身。父は、ジュリアス・クルーグ。1925年、マディソン中央高校を卒業。1929年、ウィスコンシン大学マディソン校を卒業。 テネシーガー流域開発公社の主任パワーエンジニアを務めた。1941年、クルーグは生産管理局の動力部門主任に昇進した。第二次世界大戦勃発後に、同局は軍需生産委員会となった。1943年、クルーグは戦時公益事業局長官に昇進した。1944年4月、クルーグは海軍に入った。 同年8月、戦時生産委員会の議長に就任し、1945年11月の委員会解散まで務めた。1946年2月26日、ハロルド・エル・イケスの公認の内務長官として、ハリー・エストルーマン大統領から指名を受け、3月18日に就任した。1946年、生産業者らが、 ワシントン州内の広大な森林を伐採しようとした時、これに反対した。同年、全米対抗労働組合による全国規模のストライキを終わらせるため、ジョン・エル・ルイスや鉱山所有者らとの間の交渉を主導したが、不守備に終わった。クルーグは内務長官を辞した後、公益事業コンサルタントに転じた。また、ブルックサイド・ミルズ社の重役会の議長として勤務し、 テネシー州ノックスビルでボランティアアスファルト社を共同で設立した。1970年ノックスビルで死去。62歳。亡骸はアーリントン国立墓地に埋葬された。ありがとうございます。